おはようございます。モンテキ工作海空研究所朝礼、今日は特別編高野山からお送りしたいと思います。今日はですね、こちら高野山の奥の院っていうところなんですけど、空海さんの開いたお寺なんですけども、空海さんがまだね、実は生きていて瞑想をされているという場所ですね。そちらまでここの一本道が続いているという場所をですね、ちょっと歩いていきたいなと思います。山本健太さんがね、空海さんの生まれ故郷の善通寺市ですね、善通寺から真西に高野山を開いたと、その生まれ故郷の場所からですね、その高野山をですね、ついに来ることが念願かねてできましたので、ゆっくり歩いてみたいなと思います。奥の院弘法大師、標高700ぐらいでしたっけ。ちょうど気温的にはですね、27、8度ぐらいかな、ちょうどいいですね。遣唐使でもないのに遣唐使に潜り込むというですね、荒技を繰り広げたという逸話があるらしいんですけど、その最澄と空海っていうのでね、歴史ではよく習いましたね。こういう梵字がね、ちょこちょこ見ありますね。ちょっと意味が分かんないけど、まあ、空海がね、天才と称されるっていう一つに、なんかとてつもない語学の天才だったらしいんですけど、なんか中国に遣唐使として行って、普通の人は20年ぐらい行って中国語をどうにか喋れるようになり、サンスクリット語もできたら分かった方がいいみたいな、まあ、そういう価値観だったらしいんですけど、もう行った時には尋常じゃないレベルで漢文を書きこなし、中国語ペラペラで、行って2年でサンスクリット語もペラペラになり、その向こうで一番、唐でね、一番偉いとされる、あと自分の密教の教えの跡継ぎを探していた。でもその中国、その唐の中国の中でも、そうなかなか跡継ぎに見当たる優秀な弟子がいないっていうところに、空海来たってなったっていうぐらいの、なんていうか、まさか日本人がこんなにペラペラの中国語をサンスクリット語を使いこなして密教もほぼ理解しているというので、びっくりして、そのね、なんていうお坊さんだったかな、慶華さんって言ったの、その人に認められて、20年かかるところを2年で教えをいただいて戻ってきたというんですね。その辺がなんか天才伝説の一端の始まりというか、まあ、だからね、日本の中でも一番優秀な人が遣唐使に選ばれて、でその一番優秀な人たちが20年かけて学んでいた、こう当時のね、唐の最先端のさまざまなものですね、2年で全てマスターしてきたっていうところが、まあ、天才伝説の一番分かりやすいところらしいですね。まあ、いろんな方がですね、できるだけ空海の近くにということなんですかね、まあ、そういう空海あやかりロードのような感じになってるんですかね。空海がこう何をしたから天才だよねっていう伝説もまあまあたくさんあるんですけど、結局ね、ここの、まあ、この奥の院にね、いろんな人が、偉い人がこう、歴代の偉い人たちがね、空海はすごいっつって、こう、このあやかりたくてお墓をね、近くに建ててるわけですけど、
なんかいろんなすごい人が結局空海は俺よりもっとすごいみたいな、なんかそういう言い方をしているっていうね、なんかそのそれが一番結果的には説得力あるよねっていうね、その当時においてはこれを成し遂げたのはすごいんじゃないかとか、なんかそういうのでまずね、空海の天才伝説的なやつはね、いろいろ語られてるんですけど、なんか結局その現代に至るまでいろんなこう天才たちは、天才と呼ばれる人たちっているわけじゃないですか。そういう人たちがなんかこう勉強すればするほど、いや結局なんか自分もいろいろな勉強をしてきたけど空海はもっと半端ねえみたいな感じに至るらしいです、ね、なんかそういう感じだよね。なんかそのレオナルド・ダ・ヴィンチとかアリストテレスとか、世界で最もなんだろうな、天才中の天才みたいに言われる人たちいますけど、いや空海の方がすごいんじゃないかみたいな言い方するわけよ、みんな。なんかね、それがすごい。でももう凡人にはもはやその天才ぶりをほぼ理解できないんだけど、なんかあの例えばノーベル物理学賞を取った湯川秀樹さんとか、なんかそういう人とかね、まあ一番当時でいくと近いのは、まあ最澄と空海っていうじゃないですか。最澄っていう天皇に認められた当時最も権威と実力のあったお坊さんがいらっしゃって、でまあ その人は最も当時こういろんなお坊さんから尊敬を集めてた、あの人よりすごい人いないよねって言われてたお坊さんだから、まあ有名になってるわけですけど、その最澄が空海はやばいっつって弟子入りしたっていうところから、なんか天才やみたいな話になってる感がありますよね。なんかその最澄が遣唐使に行って学んで、まあ最澄は最澄でね、あのすごく優秀な方だったんでしょうけど、自分があれだけ必死にやっても学びきれなかったものを空海は2年で行って帰ってきて、何持ってきてるだとみたいな、その教えを、あの唐の一番偉いとされる慶賀っていうあの人に会って直接教えをいただいて、まあ要するに宗伝の、まあ、後継ぎみたいな感じで認められるぐらいまで行かないとそのおばさんに会うこともできないはずなのに、その人に会って教えをもらってきただと、そのお経があるだとみたいな、そんな感じで、で最澄はこれ恐れ入ったみたいな感じで、まあ、当時最も自分がね権威の天皇に認められた権威のあるお坊さんだったわけだけど、空海にそれを教えてくれと頭を下げて弟子入りするっていうね、それもすごいなと思ったけどね。なんか学べば学ぶほど謙虚になるっていうのはもう最澄のなんか空海に弟子入りするあたりのストーリーにすっごいよく出てる話だなと思いましたよね。その健太さんからねいろいろ教えてもらった善通寺でのね空海のさまざまなこうなんていうの功績っていうか、そこには物があるんですよね。五重塔が建っててこんな風に巧みに作られてて、ここまで計算し尽くされてるとか、なんかそういう天才性があったりするわけですけど、あとは土木工学とかね、まあこの高野山の位置が完全にその善通寺の自分の生まれ故郷と完全に同じ緯度であるっていうのも、天文学をきちんと理解してて、まあ GPS を持ち込んでるっていうことですよね、当時でいうところの。だからまあなんかそのお経だとか仏教だとか、それもありとあらゆるところを全部取り入れているんだけど、それでなんか当時の価値観で偉いねってされるものだけですごかったんだったら多分こんなに残ってないんだと思うんですけど、まあとにかく最先端科学ですよね、ものづくりにおいても、あるいはなんか測量みたいなことにおいても、だから天体であるとか
そういうことを1000年前の最先端のあらゆる分野において精通していた。だからなんかそのノーベル物理学賞も持っているけどノーベル文学賞も取ってるみたいなぐらいの話ですよね。その幅の広さがなんかとてつもないという、うん、ある分野だけ極めたみたいな、そういうタイプの天才じゃなくて、そういう人がね世界をどう見てたんですかねわかんないですけど、でもなんかあれですよね、すごくこの奥の院にこう人がすごくたくさん集まってきて、まあ、お墓を建てたりとかそういうのもそうですけど、ここの天才で能力、個人の能力だけすごかったみたいな、そういう話じゃなくて、ひたすら人が集まってくる人格だったってことですよね。なんか天才だね、すごいねっていうので、憧れて学ぶようなね、もうそういう存在じゃないのかもしれないけど、いやそこまで極めた人でも一人にはな、その一人で全部抱え込もうとはしなかったってことなんだと思うんですよね。みんなで学ぼうとして高野山を開いて、でそこに良い学びの空間がこう広がっていったから、後世の人たちもどんどん集っていくという、それが今でも続いてるってことなんでしょうね。下智光秀墓所、明智光秀、なるほど、めちゃくちゃ静かね、なんか開けてきたぞ。弘法大師様がいらっしゃる奥の院っていうのがこの先にちょっと先にあるんですが、そちらに毎朝6時と10時半にこちらからですねお食事が運ばれるという場所ですね。でなんかここで安治見地蔵っていうのがいらっしゃって、ここで安治見をしてから、大師様へのお食事がここから運び出されると。でなんか1200年ずっと毎朝やってるみたいなことがですね、今でもなんかちゃんと見れるらしいんで、その10時半に間に合うように今日来たんですけど、こちらですね、安治見地蔵って書いてありますね。安治見地蔵と精進宮、はい、今度は金剛峯寺というね、一番真ん中の一番でかいお堂に来
きました。高野山っていうとここなのかなっていうね感じですね。はい、キラキラ感がないっていうかね。なんか本当に学びの町としてそれだけのお寺って雰囲気があるね。余計な飾りがないんだよね。なんかこう精巧に作り込まれてる場所あるんだけどね、キラキラしたもんがないんだよ。はい、中身拝観してきました。中はですね、なんて言うんだろうな、京都でいろんなとこでいろんなお寺回って見たものがいろいろこう詰まってる感じですね。なんか特別大きいかつと、まあまあ広いんですけど、特別大きいかつと、まあもっと大きいものもあるよねって思うけど、なんかね、まあ、中庭の枯山水とか外国人やっぱりすごい珍しいみたいで、ずーっと見てなんだかんだ言ってみんなでディスカッションしましたね。やっぱり襖の絵とか書とかそういうのも多いんですけど、一番なんか目を引いてたのはやっぱり枯山水みたいなもんですね。不思議らしいです、やっぱり。なんだろう、確かにないよねっていうね、諸外国の名所みたいな場所ではねないもんだな、そういえばな、珍しいんだろうなっていうね。だから日本にだけじゃなくていろんな名所回ってきた人ほどこんなとこねえなって思うんでしょうね、うん、だからなんかその京都御所とかもそうなんですけど、全く派手じゃないことがすごいっていう。まあだからなんか撮影禁止なんで、なんかね来てみないと分かんないとかっていうのもあるんだけど、見て分かる情報以上に空間がね、なんていうかよくできてるんですよねなんか知らないけど、なんかよくできてるんですよ。でみんな外国人もこう思わずよく分かんないけどすげえってなっちゃってるっていう、その感じすごい分かるな、いると分かるっていうね、こんな感じです。こちら金剛無事でした。はい、ここから壇上伽藍という領域に入ります。壇上伽藍っていうのは高野山の、まあ、特定のエリアを指してるエリアの名前らしいんですけど、なんかまあ空海が一番最初に高野山に来てこの領域を開いたという領域ですね。さっきの金剛無事からそんなに数百メートルも離れてないんですけど、ここから壇上伽藍という地域で、でなんかその町自体がですね、曼荼羅のまあなんていうの、世界観というか、それをそのまますごくこう配置を、まあ都市計画ですね、言ったらね、そのまんまこう曼荼羅の配置と世界観をこう高野山のこの壇上伽藍の地域に配置していろんな建物を建ててると、そういう場所らしいです。でも一番多分有名なのがあの根本大塔っていうオレンジ色のでっかい塔で、まあ、高野山っていうと多分ね絵的にはそれが一番派手なんで、その写真が一番多く使われてるのかなっていう感じはしますけど、総本山自体はさっきのね金剛無事っていうところなんですよね。まあ、高野山来たなっていうのはこの根本大塔を見てで金剛無事拝観してみたいな感じなんですよね。まあ、僕らは多分普通の拝観順路からすると逆なのかもしれないです。奥の院の方からね僕らは歩いてきたんですけど、
これですね。こういう壇上柄にいろんなものが配置されてると。でかいでしょ、でかい、でかいね。高さ何メートルですかこれは。はい、根本大塔内観してきました。ここもね、なんか撮影禁止なんですけど、あのね、全然その普通のお寺と雰囲気違うのは、あのいろんなまあ絵が描いてあるんだけど、インドっぽいですね。インドの仏教の絵ってこんな感じだよねっていう。あとネパールとかね、だからもう本当にマンダラの世界観と言われば確かにそうなんだろうなっていう。来たらわかるな。普通のお寺はこんな感じじゃないよねっていうね、内観だと思います。そう、それでね、弘法大師のお師匠さんのお坊さんの慶華和尚さんっていうのを描かれてたり、それもでもね、なんか中国っていう感じよりはインドから来てんでしょうね。なんかね、その匂いが全然こう同じ仏教でも違うもんだなっていうのが、ここは特に色濃いですね。はい、根本大塔。はい、こちら金堂ですね。最後入ってきました。ここが一番内観的にはねキラキラしてたかなっていうね。でも外観の派手さはないですけどね。一番なんだろう、金色の色が一番使われてるかなっていう。まあでもほんとそんぐらいですね。とことんなんかこう派手さのない、質素とも違うんですけどね、なんか凄みはあるんですよね。すごくなんだろうな、お金がないんで質素にしましたっていうのは全くないです。なんか英知をこう極めているんだけど、あの決して使いませんよっていうね、なんかそういう抑制の効いた感じですよね、で最後ね、ここがですね、後ろ見えますか、なんかね、みんなでね、下にこう歯車みたいなのがあってぐるぐる回してるんですけど、ぐる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 って回したら、で一周するとですね、お経を一回読んだのと同じことになるような御利益があるという、そういう代物ですね。みんなで回すところがいいんですよね。なんか自分だけ一人で御利益に預かるんじゃなくて、6箇所に取っ手がついててみんなで押すんですよ。それがいいよね、なんかね、優しいよね、なんかね、そのこの高野山自体はさ、超高学歴の人たちが英知を極めるために、学を収めるために開かれてる場所なんだけど、一方でこういうね、なんていうか、お経がわからない人もこれ回せばご利益あるからっていうさ、優しいよね、そういうのね。なんていうか考え方なんでしょうけど、ひたすら厳しい修行を一方ではね積んでる人たちがいて、一方ではね、こう一般の人を誰でも受け入れる雰囲気があるというか、なんか女人禁制なんですよ、基本的には本当はね。でなんかだけど、そう、なんかまあ元々修行の場だからっていうことなんでしょうけど、まあだけど一方でなんか女性はここに来たらいいよっていう場所がなんかわざわざ用意されてたりとかね、なんかね、その同じ女人禁制もなんか意味合いがさ優しいんですよ。なんかこんな危ない厳しいとこに来るもんじゃないみたいな、なんか
そういう感じですよね。なんか女性を守るための趣旨っていうかね、そういう感じがします。まあでも必要あって来た人はここでどうぞっていうね、なんかそういう場所があったり。アトラクションとしても最高ですよね。はい、ということで高野山からでした。